演劇部の次回公演のお知らせだよ。これはいわば招待状、どうか受け取っておくれ、かわいい子猫ちゃん。ああ押さないで、大丈夫、みんなの手に行き届くように用意してきたから。ああ私の美しさに惹かれた子猫ちゃんがこんなに、なんて儚いんだ。しかし困ったな、人だかりができて公演のお知らせを配りきれない。私がここにいることに気づいていない子猫ちゃんまでいるじゃないか。もっと多くの人に注目してもらうには。ん？あれは子猫ちゃんたち、少し待っていてくれないか。ごめんね、すぐに戻ってくるから、ちょっとだけ失礼するよ。あの透き通るような美しい髪、間違いない。カノン、ちょっと待ってくれないか。カオルさん？さっきの人だかり、やっぱりカオルさんだったんだ。なんだ、気づいていたのかい。それなら声をかけてくれればいいのに。あの人だかりをかき分けてカオルさんに声をかけるのはちょっと遠慮とは。相変わらずカノンは儚いね。ところでカノン、どうしてマーチングスネアなんて抱えているんだい？実はこの前のふわけら選手権で黒服さんたちが貸してくれたやつなんだけど、本当は商店街の備品だったらしくて、この間返しそびれちゃったから、これから返しに行こうと思ってたんだ。ああ、あの時に使っていたものか。あの時のカノンは本当に輝いて。なるほど、それだ。それ？どれだろう。カノン、君のドラムテクニックを私に貸してはくれないだろうか。伸ばして顔を上げてごらん。君はもっと輝けるはずだ。そう、あの日のように。ああ、それにしても私はなんという幸運の持ち主なんだ。ご覧かの、君のリズムに魅せられてこんなにたくさんの人が集まってくれた。ああ、開かない。おかげで多くの人に私からの招待状を手渡せるよ。マーチングスネア返しに行くだけだったのに、とんでもないことになっちゃった。さあカノン、もっと解き放って。恥ずかしいよ。でもやらなきゃだよね。恥ずかしいけど、なんだか少し懐かしいな。初めてココロちゃんと出会った時もこんな感じだったんだよね。ドラムを売りに行こうとしてココロちゃんと知り合って、何の打ち合わせもなくセッションが始まって。いい音になってきたよカノン。そう、君の楽しいという気持ちが伝わってくる素晴らしい音だ。カノン、もっとこの状況を楽しもう。そしてもっと多くの人を楽しませ。なんということだ。カオルさん、どうしたの？先ほど配った招待状が最後の招待状だったようだ。相当数用意をしてきたはずだったけれど、カノンのおかげで想像以上の人に手渡せたらしい。ありがとうカノン、助かったよ。よかった。恥ずかしかったけど、カオルさんの役に立てたなら私も嬉しいな。それじゃあスネアを返しに行ってくるね。いや、それは少し待ってほしい。え？まだ何かあるの？招待状はなくなってしまったが、私はここで演劇部の宣伝を続けようと思う。
そして、その宣伝を盛り上げるためには、君のリズムが必要なんだよ、カノン。さあ、カノン、もう一度私に力を貸してくれ。人がまた集まってきちゃった。私、いつまで叩いてれば